これあげよう。破いてを使いなさい。ありがとうございます。いいんですの、私持っていますから。困ってると思って。ご親切に。私の姉さんね、門付けなの。母さんは門付けのお師匠さんよ。女の子を三人うちに置いて浅草を回らせているの。誰にも言わないでね。いいわ、言ったって。二人姉さんがあって、私末っ子なの。二人の姉さんたち八つぐらいから稼いでいるの。母さんが邪険なもんだからずいぶん苦労したらしいわ。でも私だけは割に可愛がられていたの、末っ子だもんだから。そしてお前にいい人ができたら。いい人ができたら。親子兄弟の縁を切ってやるって。母さんも姉さんもよ。そんなこと言ってるの。出してちょうだいよ。いいよ、ダメだよ。なかなかいい子じゃないか。いい子だね、一品出してみようか。よしなさいよ、つまんない。何か出してよ、ね、出してね。ケチよくやってくれ。Thank you.
ちゃん近頃やにほがらかに踊ってるわ。怪しいわよ。そうよ、怪しいわ。変だわ。もし原因があるのよ。私発見しちゃったわ。何なの？あのね、あら、そう。まあ羨ましいわ。思ってもらわなくちゃねえ。いいわよ、思ってあげてよ。まあ達者ね。ダン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 。ダメ、勘の悪いことたらじゃしないよ。幾度教えたらできるんだよ。さあ初めからもう一遍やってごらん。ちえちゃん、癖になるわよ。なんで、思ってちょうだいぞ、かっぱ。モダン、モダン。モダンがあるの、モダンちゃん。ほら、何するんだ。つまんない歌歌うんじゃないよ。ろくなこと覚えやしない。どうして覚えないんだろう。さあもっとやってごらん。それおできじゃないわ、ニキビよ。あら嫌だ、ニキビ。あらよいしょよいよいしょ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 ときたね。あ、これいけない、少し。ほらいいじゃないの、負けときなさいよ。あらよいしょ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 と。見習い教えたってダメよ。おどおどしちゃうだけで覚えられやしないわ。こんなに一生懸命教えてできないなんて、勝手に教え。おはるちゃん、あんた教えてあげなさい。はい。おきぬちゃん、こっちおいでよ。おそめ、ちえ子ね、近頃帰りが遅いし、なんだか様子が変なんだけれども、男かなんかできたんじゃないかね。そんなことないでしょ。おれんの真似でもされると困るからね。苦労してやっと育てたと思ったら、男をこさえて飛び出されたんじゃおっかさんもやりきれないからね。本当にさ、
ね、あら、ねえ知恵ちゃん。なあに？あのね、母さんが知恵ちゃんのこと心配してんのよ。あら、なんで？あのね、知恵ちゃんの帰りが近頃遅いって。来月のお稽古でしょ。だからここんとこ遅くなるのよ。そんならいいのよ。だけど何かあったら姉さんにだけは話してね。ちえ子、いないのか。母さんが呼んでるわ。何をぼやりしてんの。あたし、青山さんのこと姉さんにだけ話そうと思っているの。いい？いいとも。その方がいいよ。大丈夫だよ。ここでボートがひっくり返ったら死んじゅうね、青山さんと。怖い？うん。やだよ、知恵子となら親子心中と間違えられるのが関の山だよ。私の母さんが子供と心中するように優しかったら。僕と心中しなくても済むわけだね。でもわからないわ。落っこちる瞬間にきっと抱きついちゃうから。孝行な娘だってことになるね。恋人に見えるようにするわ。どんな風に？いざとなればわかると思うの。いざとなればね。Bye.
まちゃん。おしまちゃん、あんたもらい少ないんでしょ。あげるわ。私余計もらいがあったんだから取っときなさい。すみません。いいお客さんだってあるわね。もう少し稼いできなさい。何してんの？隠したりして嫌な子。何を買ったの？いらっしゃい。みんな嫌な子ね。どうして隠したりするの？あたし、おっかさんに言いつけ口したことなどあって？少しぐらい内緒で何か買ったって、構わしないじゃないか。おっかさんが叱ったら、私に買ってもらったといい。いじけたり、ひがんだりするの。みんなのためにどんなに悪いか知れないのよ。わかったらいいわ。さ、もう一回りしてくるんでしょ。行ってきなさい。ひょっとするとうまい汁が吸えるぜ。どうしたんだ今の二人連れな。男は確か目の井のせがれだ。目の井？福岡の大きな料理屋さ。女は確か踊り子だ。それがどうかしたのか。鈍いやつだな。よしてちょうだい。いいじゃねえか、もっとそばへ寄んなよ。どうしてよ。いいじゃねえか、寄ったっていいだろ。何か歌わせてちょうだいよね、歌わしてね。皆さんビール。はい。
なんかどうだっていいじゃねえか。さあ。よってよ。いいじゃねえか。よってって。せいじゃねえよ。ケチのやつ。10銭や20銭っておもちゃでもなると思ってんの？返してあげるわ。玉行きのやつだな。あんた、お帰りなさいよ。少し口が過ぎるわよ。さあ、お帰りなさい。綺麗な娘のことだ。他のことならあとや聞かねえが。喧嘩じゃね。酒くれ。はい。はい、さあお会計。はい。こちらのお会計を頼みますよ。あれ姉さんじゃない？ええ、ちょっと待っててね。姉さん。ごめんなさいね、姉さん。嘘言ったりして。謝ることなんかないわ。間違いのないようにね。私、姉さんにだけは話そうと思っていたの。帰って話すわね。あんまり遅くならないようにね。ええ。ねえ、今日俺姉さんを見かけたのよ。え？姉さんを？どこで？田原町の停留場から電車に乗るところ。それも帰って話すわね。男が子供を抱いて男泣き、泣いてくれるなこれ茂る、恋へ焦がれて泣くそなたより泣かぬ蛍が身を焦がす。に稼ぎもしないくせにどうして本なんか買うんだよ。いつでも少ない少ないと思ったら内緒でなんか買っちまうんだね。そんなことをするんだったらどんな目に遭うか覚えているがいい。ただいま。どうしたの？稼いだお金を使ってきたりして少し凝らしてやらなきゃ。本なら私が買ってやったのよ。一生懸命働いてるんですもの。
そのくらいのことしてやったっていいと思うわ。そんなことをするからだんだんつけ上がって悪くなるんだよ。余計なことはしないでおくれ。お前だってろくに稼いで気もしないくせに。あら、また三味線壊してきたね。腕の一本ぐらい折られたって、三味線をかばうようでなきゃこの商売に出られるかってんだ。ああ、嫌になっちまうよ。苦労して育てたって、満足に働ける人間にはなりゃしないしさ。私が稼ぎにでも出ていた方が、どんなに気が楽だか知れやしないよ。物もらいか、辻裏売りのように、どこへ行ったって、嫌な目で見られたり、突き出されたり、家へ帰ったって、優しい言葉一つ聞くんじゃなし。おっかさん、それで満足に育つと思って。生意気を言いでないよ。お嬢様のご身分じゃないんだからね。嫌だったら勝手にするがいいや。俺みたいに男でもこさえて飛び出そうってんだろ。こんなもの。もう、あ、吉が、なんてことするんだよ。こんなもの。店なんかなくたって稼いでくりゃいいんじゃないか。ぼんやりしてんだね。早く片付けちまえ。また喧嘩？あんまりわからないこと言うもんだが、姉さんが家出をしたんだって本当に無理もないと思うわ。私もどっか遠いところへ行ってしまいたい。姉さんにすまないと思っているわ。私だけわがままにしていて。そんなことなくてよ。せめてじいちゃん一人ぐらい素直に育ってくれなくちゃ。姉さん寂しいわ。あの知恵ちゃんのさっきの人ね、いい人だと思うわ。あの人姉さんに会ったことあるって言ってたわ。そうよ、私が鼻を切って困っていた時通りかかってハンケチをくれるっていうの。優しい人ね。俺姉さんだって聞いたらきっと喜んでくれるわ。ねえ、俺姉さんを見かけたって本当に姉さんだったのかしら。
横顔だったし、すぐ電車が出てしまったもんだからはっきりわからなかったけれど、確かに姉さんよ。どんな様子をしてたの？あんまりいいなりしてなかったわ。何か変わったことでもできたんじゃないかしら。蓮姉さん、ここでこうやって涙をこぼしていたことがよくあったわ。松屋の屋上が好きだったのね。あそこからぼんやり遠くを見ていたこともよくあったわ。その頃からよ、姉さんの生活が変わってきたの。公園を歩いていても姉さんに挨拶して通る不良が多くなったわ。一緒に歩く私が邪魔になることもいろいろあったのね。そんな時には三味線のバチで耳の後ろをかくの。そうすると私はそこから姿を消したんだわ。そのうちに三味線なんか持って歩かなくなったわ。ある時なんか「どこかのお嬢さんのようななりをしていたわ。変装して不良の手先になっていたのね。そのうちに小杉さんができたのよ。お互いに真剣な恋だったのね。あの時ぐらい姉さんの幸福そうな顔見たことなかったわ。ある日私に話したの。次は劇場の真面目なピアノ弾きでしょ。不良仲間の多い私と浅草近くで暮らすことなんてとてもできないのよ。ゆうべだって俺は俺たち仲間のものなんだ。誰のものにも差し合いしねえんだから。俺に近寄らねえでくれ。この人をどうしようってんだね。おめえさんに近寄らねえようにお願いしてんのさ。冗談言っちゃいけないよ。私は殺されたってこの人とは離れないつもりなんだからね。余計なおせっかいはよしてよ。だけど私を取り戻そうとして小杉にどんなことするかわからないわ。姉さんはどうするの？堪忍してね。私家を出るつもりなの。ただ私が出ちゃった後、染ちゃんや千恵子が余計苦労するだろうと思うと、それがつらいのよ。
そしてどこで暮らすとも言わずに家を飛び出しちゃったんだわ。でも姉さんにはその方が幸福だったと思うの。お母さん、母さん、キジらしいわ。国のお母さんの夢でも見ているのね。そうね、きっと。でも夢にでも優しいお母さんの顔を見られる子が羨ましいわ。さあもう遅いわ、寝ましょうね。もういいお天気だわ。
私いつかお姉さんに会えそうな気がしてよくここへ来るの。あの頃姉さんはよくここへ来てたわね。そうだったわね。かけましょう。昨日千恵子が姉さんを見かけたっていうの。私もどんなに会いたかったか。私も染ちゃんや千恵子にはずいぶん会いたかったわ。でもね、おっかさんは達者ですわ。千恵子も元気よ。それより姉さんどうしてるの。ねえ話して。小杉さんは患ってるの、肺を。もう治らないかもしれないわ。うちを出てから幸福だと思ったこといくつきもなかったわ。小杉は郊外で見つけた仕事すぐにクビになって、それからずいぶん無理な仕事もしたのよ。そんなことが病気の原因だったのね。覚えてるわ、あの晩のこと。その頃あの人はある工場の荷物の発送係をしてたの。あの弱い体で力仕事だわ。おかえりなさい。寒かったでしょ。体なんともなくって。さ、着替えたら。まあ濡れてるわ。毒よ。どうしたの。元気がないのね。どっか悪い？疲れたの？じゃあ私が機械させてあげるわ。赤ちゃんみたいね。いるもんな。俺を食わしてくれるぐらいの稼ぎは楽だろうさ。まあそんなこと思ってんの。私が悪い仲間んとこへ戻るなって。親や兄弟を捨ててまで二人っきりでどんな苦労でもしようとしてきたのに。あの人の気持ちはわかるの。私に稼がせれば全身があんなだから、きっとまた悪いことをすると思ったのね。どうしても働きに出さないの。体はますます悪くなるばっかり。私がお使いに出て少し遅くなったりすると、どこをうろうろしてやったんだ。あら、そんな怖くなった。
ごめんなさいね。うちで病人の顔見てるよりはそれは外の方がいいだろうさ。嫌だったらいつでも出てきがいい。出てけ。出てって勝手なことすればいいや。病気がそんなにさせるんだと思ったけど、ずいぶんつらかったわ。でも機嫌のいい日など。こんなに苦労させて本当にすまないと思ってるよ。え、私に言ってんの？よしてよそんなこと。俺はどうせ長いことのないと諦めてるんだ。だけど俺の死ぬまでは見放さないでくれよな。まあ何を言うのかと思えばバカバカし、そんな気の弱いことでどうするの？ねえ、お願いだから元気出してよ。体さえ丈夫なら楽しいこといくらだってあるわ。ねえ、私たちが初めてこのアパートへ来た自分面白かったわね。私たちの仲のいいの評判だったのよ。焼き餅焼いて嫌味った奥さんがあったわ。それからほら、お隣の書生さん面白かったわね。急に部屋の中でドタンドタンって言わしたり、私たちの部屋の前通るときわざと変だなんて大きな咳したりして。そうそう、あの頃だったわね。ほら、二人で夜あそこの畑へスイカの隅に行ったことがあったでしょ。あの時のあなただったら面白かったわ。いざ盗もうって時になったら急に震え出しちゃって、よそうよよそうよだなんて。あんまりマウマウしてたら万人にこらって怒鳴られちゃったでしょ。そん時であなたの驚きよったらなかったわ。あんまり慌てて逃げたもんだからドブ中へ落っこってドブネズミになっちゃったのね。そん時のあなたの格好ったら。でもやっと田舎へ帰って養生するって言い出したの。じゃあ姉さんも行くのね。田舎のうちってやっぱり困ってるらしいんだけど、お互いに別れられないのよ。幸福だと思ったことはないけど、不幸だとは思わないわ。浅草へは何しに？汽車賃を作りになの。昔馴染に少しはお金を過ごしてくれる人もいるだろうと思って。いつ立つの？明日の晩。千里子前たがってるわ。二人で見送らして。ありがとう。上野から多分11時15分よ。きっと行くわ。来てね。おっかさん相変わらずなの？でも私ずいぶん強くなったわ。苦労するわね。ねえ、まだ痛いのかい？お前また何か内緒で買って食べたんだろ？お染姉さん買ってくれたんです。お前の食い地が汚いからいけないんだよ。腹痛に頭痛、気分悪しき時、汽車汽船にお乗りの時、人混みにお出かけの時、酒、タバコを召し上がるとき、他人に接するとき、
遠足、旅行、勉強、執務に、本品のご携帯は、わずか5、6粒のご服用にて、たちまち気分を爽やかに、喉の渇きを潤し、頭脳を明快にすること、他のいかなる丸薬よりも優れております。ただいまお試し用を差し上げます。お試みの上、本日お買い上げの方には、特用包み200粒入り20銭でございますが、特に10銭にてお分かちいたします。音声を使うとき、甲虫草木ときにもぜひ、どうぞお試しください。それ随分困っているのね。お金、おっかさんに頼んでもダメかしら。ダメダメ。姉さんだっておっかさんに助けてもらうなんて考えてもしないと思うわ。寝言じゃないんだろ。熱があるんで上言言うんだよ。姉さん、この薬とってもよく効くんですって。何？少ないのね。高い薬なの？ただなの。蒸気でもらったのよ。なんだあれ。ただだってきっと効くわよ。まだ小屋の方いいの？どうしたの？千恵子、お金がいるのかい？そんならそうとあっさり言えばいいじゃないか。いいのよ、いいの、違うの。そんなら結婚したいとか何とか言えばいいじゃないか。いいのよ、いいの。いいのよ、結婚なんかしなくたっていいの。どうしたっての？ちっともわからないじゃないか。
連れてきてもらえばいいんだ。顔は教えるよ。なんて言って連れてくるの？そうだな、あれですが、じゃあ姉さんがいなかったりすると困るからな。じゃあこう言えばいいじゃないか。お世話になってる親戚の娘のことで。そうそう、ご相談したいことがありますから、そう言えばいいんだ。どうせろくなことじゃないのは分かってるけど、一体何なのさ。やぼなことは聞くね。じゃあ行こうぜ。ちょいと待ってよ。お金先にもらっときたいんだがね。あとだっていいじゃねえか。じゃあ信用がねえんだな。先にくれといたっていいじゃないか。私にだって都合があんだからさ。じゃあまあ、おめえのこった。前金で。ご迷惑でもちょっとここで。じゃあ私の役目これでいいのね。あ、ご苦労。親戚の者などもひどく貧乏してますんで、誠に厚かましいお願いですが、少しご用立てをお願いしたいと思いまして。あなたを信用しないというわけじゃないんですけど、千恵子さんとも相談した上でできるだけのことはしたいと思います。いや、どうしても私じゃダメだとおっしゃるんですね。千恵ちゃんのお姉さんですね。怪我は？大丈夫です。大したことないんです。でも早く医者行かなくちゃ。さあ、さあ。いいえ、本当に大したことないんです。何時でしょう？
10時半です。千恵子が楽屋口で待ってるんですけど、ここへ呼んできていただけないでしょうか。あ、いいです。とも、それからともかく医者も呼んできますから。あの、千恵子は素直ないい子です。お願いしますわ。じゃあ急いで行ってきますからね。ありがとう。千恵ちゃんは？千恵ちゃん、稽古で遅くなるの。とても来たがってたんだけど、よろしくって。あ、そう。残念ね。何でもないわ。体大事にね。姉さんもね。ありがとう。上野駅まで急いで。じゃあ姉さん、私ここでお別れするわ。わざわざありがとう。それから姉さん、千恵子にいい人ができたのよ。喜んでやってね。まあ、どんな人？見たいわ。でももう会えないかもしれないわね。このこと、姉さんの分まで面倒見てやってね。染ちゃんにだけ苦労かけて本当にすまないと思うんだけど、頼むわね。じゃあさよなら。さようなら。